ジョン・ F ・ケネディ・センタージョン・ F ・ケネディ・センターの夜景。ジョン・ F ・ケネディ・センターは、ワシントン DC のポトマック川のアゼにある、総合文化施設。正式名は、舞台芸術のためのジョン・ F ・ケネディ・センターである。建築家、エドワード・ダレル・ストーンにより設計された。1958年に、アイゼンハワー大統領によって署名された、国立文化施設法を根拠として、 1971年9月8日に、ジョン・ F ・ケネディ大統領を記念する施設として、落成した。ナショナルモールの生誕、リンカーン記念館の北1キロメートルほど、ウォーターゲートコンプレックスの隣接区域に位置しており、テラスからの眺望が優美である。コンサートホール、オペラハウス、アイゼンハワーシアター、ファミリーシアターなどで構成されており、ミュージカル、演劇、バレエ、オーケストラ、 ジャズ、ポピュラー音楽など、様々なジャンルの公演が、毎年3000件以上催されている。ワシントン・ナショナル公共楽団の本拠地となっている。ジョン・エフ・ケネディー・ジョン・エフ・ケネディセンター館内、風景1978年以来、毎年12月に、アメリカ合衆国の文化や芸能、芸術への多大なる貢献が認められた人物に、対して、ケネディセンター名誉賞を授与している。 ありがとうございます。